おはようございます定例記者会見を始めさせていただきますが、あの今回、会場を広くしまして、皆さんとの距離も取らさせていただいてます。また、あの昨日、聴覚障害者の方等がマスクをつけていると、唇等で読み取れないというようなお話もございましたので、まあ、皆様方とも距離もあるということで、マスクを外してお話をさせていただきたいということで、よろしくお願いをいたしたいと思います。 それではまず題材に入ります前に、私の方から新型コロナウイルス感染症の対応について、一言申し上げたいと存じます。ご承知のとおり、国におきましては、一昨日7日の日に、新型コロナウイルス感染症の全国的な急速な蔓延等により、特別措置法の規定に基づいた緊急対策、緊急事態宣言、これが発令されたところでございます。 本市におきましては、この緊急事態宣言を受けまして、昨日午前中第3、第4回の新型コロナウイルス対策本部会議を開催をいたしまして、 この国から示しました緊急事態宣言の内容、それに対する対応や、また、私立小中学校、高松第一高等学校の再度の臨時休業などにつきまして、協議をしたところでございます。まあ、その他、新型コロナウイルス感染症への対応につきましても、情報の共有、また対策等についての議論をしたところでございます。 また昨日は本市で2例目香川県では3例目となります新型コロナウイルスの感染者が新たに確認をされたところでございます今後さらなる拡大局面に陥らないように市民の皆様とともに一丸となって感染拡大防止に取り組んでいかなきゃならないといったことを私自身も改めて実感をいたしたところでございます まさに今、国難と言えるような状況かと思いますけれども、このような状況の中で、私から市民の皆様にお願いしたいことがございますので、次の3点ほどにつきまして、お話をさせていただきたいと思います。まず1点目でございますけれども、緊急事態宣言で7都府県が対象地域とされました。 その都府県に対しまして、不要不急の往来を避けていただきたいというふうに思っております。また、県内の、あるいは県内、市内におきましても、できるだけ不要不急の外出を控えるなど、感染防止のための、感染拡大防止のためのご留意をいただきたいというふうに思っております。 ご承知のとおり、このウィコロナウイルスといいますものは、人から人にうつるものでございます、ウイルス自体が移動するわけではございません、人とともに移動をして、それで接触感染、飛沫感染が起こって、拡大をしておいるといくというものでございますので、まあ、その起こる原因となる外出、それと人との接触、 というものを極力避けることが拡大防止につながるということでございましてまぜ、あ、ひともこの人と人との接触の機会を減らすといったことのに市民の皆様方一人一人心がけていただいてご協力をいただきたいということでございますまたこれも何度も言われておりますが特に密閉密集密接といったいわゆる三密の機会というものはもう極力避けていただくと いうこととをお願いいしたいと存じます、えー、この3密の機会を避けるということは、もちろん自分自身の感染を防ぐということにもなりますけれども、多くの周りの人たちの感染、あるいはその重症化といったものを食い止めて、まあ、いわば命を救うということにもつながるということを十分自覚をしていただきたいというふうに思っております。 それから自粛自粛ということでいろいろ大変かと思いますけれどもご自身の心と体の健康を維持する行動と。 いいいっったたたものもの心がけててだきたいと思っております、まあ、先ほど言いましたように外出自粛といいますのは要は人と会う機会をできるだけ少なくしてほしいという趣旨でございますので例えば一人で気分転換で行う散歩でありますとか、まあ、そのようなちょっとした運動でありますとか、まあ、そういうものについてはできるだけご自身の健康のために 心がけて、しっかりとやっていただきたい、そして免疫力の強化といったことにも、それぞれの皆様方がご留意いただければというふうにも思っておるところでございます。えー、まあこのように申し上げてまいりましたけれども、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、まあ、このようなことを皆様お一人お一人が意識をして、まあ、いわば行動、今までの行動をご自身が変えていただく、いわゆる行動を変容していただくと。 言ったことが大事でございますまあ、基本的には外出を控えて自宅でずっといていただきたいというのがお願いでございますまあ、あとお仕事等もございますのでまあ、その辺はえもちろん必要に応じてということになりますけどもまあ、人と人との接触を避けるというのが基本でございますまあ、このような心がけをぜひともお願いをいたしまして、えー、皆様方にさらなるご理解ご協力をいただきたい いうふうに思っておりますまあ、市民の皆さんとともにこの難局に立ち向かいまあどうにか克服できることを心から願っている次第でございますそれでは題材に入らさせていただきますまず1点目でございますけれども、えー、子ども向けユニバーサルデザインあるの啓発パンフレットの作成についてでございます 本市では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の共生社会ホストタウンに登録されております。これを受けまして、ユニバーサルデザインのまちづくりのさらなる推進に取り組んでいるところでございます。この度子ども向けのユニバーサルデザイン啓発パンフレットをリニューアルをいたしました。お手元にあろうかと思いますけれども。 探そう、街のユニバーサルデザインと題しまして、高松の街の中にあるさまざまなユニバーサルデザインを探しながら、心のユニバーサルデザインの重要性についても気づいてもらう内容となっております。パンフレットは毎年発行しておりますが、市内の小学校3年生、これを対象にして配布をいたしております。 でまた、昨年度作成しました啓発映像がございますけれども、これと合わせて授業等で活用していただくことといたしております。 このパンフレットを活用しまして、子どもの頃からユニバーサルデザインの考え方や、あるいは心のユニバーサルデザインといったものの周知を図り、浸透に努めまして、誰もが安心して快適に生活することができるユニバーサルデザイン社会の実現を目指してまいりたいと存じます。 次、2点目でございますけれども、広報高松の全個配布および紙面のリニューアルについてでございます。 本市ではこれまで広報につきましては、自治会組織等を通じて配布をしてまいりましたが、自治会加入率が60%を割るような低下をしておる状況に鑑みまして、広報市の配布率もその分低下するということで、まあ、どうにかしなきゃならないという問題意識を持っていたところでございます。その広報の市の配布方法につきましては、 この5月号から見直しをするということにいたしまして事業者等によりますポスティングによって全庫配布を基本として配布するということといたしたところでございますまた発行回数も月2回としておりましたが全庫配布するに合わせましてま月1回にいたしたいというふうに思っております これによりまして、これまで配布されていなかった、お届けできていなかった世帯にも、まあ、市政情報を広報誌という形で確実にお届けすることが可能になりまして、えーまあ、より広く市民の皆様の認知が図られるというふうに思っております。 これに合わせまして、タイトルロゴの高松とひらがなでございましたが、これを漢字に変え,変えさせていただいております。また、内容やデザインにつきましても大幅に刷新することといたしております。えー、まあコンセプトといたしまして、1つがみんなに伝わる優しい広報誌、それから2つ目が町をもっと好きになる広報誌という2つのコンセプトを掲げております。えー、まあただ、 1> 月1回の発行となります、まあ、あのページ数は多くはするつもりでございますが、まあ、それでも情報量が少なくなるということでございますので、あるいは情報の鮮度といったものがちょっと落ちるということもございますので、内容といたしまして、写真やあるいは QR コード、これを活用することで、できるだけ分かりやすく、また QR コード等で最新の情報がインターネット等にすぐ結びつけられるような、まあ、そのような工夫をしてまいりたいと。 いう,ふうに思っております、まあえー、誰もが分かりやすいと感じる優しい紙面作りを基本としながら、えー、広報誌を通じて本市の魅力を多くの人に知ってもらい、愛着を持ってもっと好きになることで、いわゆるシビックプライドを醸成するのにも役立ててまいりたいというふうに思っておるところでございます。えー、生まれ変わった講師の配布は、えー、5月号として今月の20日頃から各世帯に配布予定となっております、えー、周知方はよろししくお願いしたいたと存じます。 3点目は、地域 SNS のまちまちの運用開始についてでございます。本市では、地域 SNS まちまちを運営いたします、株式会社まちまちと広報機能の充実等の分野で連携協力を行うものとして協定を締結したところでございます。これによりまして、来週15日から、地域 SNS まちまちにおきまして、 本のの公式アカウント,メントの運用を開始をいたしますでこの公式アカウントを通じまして、えー、市政情報や各種イベント情報を発信してまいりたいと存じます。この、えー、まちまちのサービスによる取り組みは本、えー、中四国では本市が初めてということでございます、えー。まちまちはウェブブラウザ上で利用できるサービスでございまして、 地域 SNS というこれは通常の SNS と比較しまして、特定地域を対象とした利用が中心となりますことから、まあ、いわば市の情報が市民に直接届,け届きやすくなるということでございます。したが、その分つながりが生まれやすいといったような特徴がございます。えー、例えば、えー、近所に子どもが遊べる公園がないか。 といった地域における利用者同士のコミュニケーションが図れるとかありますとか、本市が発信するイベント情報等を開催日ごとにこう一覧、閲覧できると、ほか、また近くにお住まいの方の登録したメールアドレスへイベント案内ができるといったような、いわゆるプッシュ型とプル型の両方でこういろいろなお知らせをすることが可能となるということでございます。 まあ本市におきましては、このサービスを通じまして、情報発信を行うことで、先ほどの題材においてご説明をいたしました広報・高松の発行回数の見直しにより課題となります、情報量の確保でありますとか、あるいはタイムリー性につきましても、保管する意味でそれに対応してまいりたいというふうに思っておるところでございます。こちらの方につきましても、周知型、よろしくお願いをしたいと存じます。私のほうからは以上でございます。 まあご承知のとおり、盆栽につきましては、特に松盆栽におきましては、本市における木梨国分寺地区が一大産地でございまして、全国の生産量の松盆栽では8割近くを生産しているとも言われております。まあ、本市の特産品の一つということであるのは間違いないということでございます。まあ、これをぜひとももう少し進行していきたいということで、本市が中心になりまして、平成29年、 7月に高松盆栽の里基本構想を策定をいたしております。そして、産地と一体となって、この盆栽の歴史や文化、あるいはその盆栽を植えた景観の保全を地域資源として有効活用していきたいということで、まあ、その基本構想に基づきまして、今、いろいろ振興策を進めようとしているところでございます。 まあ、そういう中で、この盆栽の里基本放送の振興策の、えー、一つの大きな目玉となります、えー、高松盆栽の里という、えー、展示施設でございますけれども、えー、先月の26日には、この展示、えー、盆栽の里の竣工に合わせまして、この拠点施設の運営主体となります JA 香川県と本市との間で、えー、高松盆栽の振興に関する協定、締結式を行ったところでございます。 今後この高松盆栽の砂糖を中心といたしまして高松盆栽のブランド力の向上や また、えー、観光の視点を取り入れたにぎわい創出に向けた連携を図りながら、まあ、大いに、えー、高松盆栽を PR していきたいというふうに思っております。まあ、ただ今、今、えー、ご質問にもございましたように、新型コロナウイルスの、まあ、世界的な感染拡大で、まあ、非常に観光需要が落ち込んでおります、まあ。特に盆栽につきましては、海外での人気の高まりというものも背景にあったわけですが、まあ、それに伴う観光というのが今見込、見込めない状況になってきております。まあ、ただ、えーまあ これ指をくばえてばかりではいきませんので、えー、まあ新型コロナウイルスの収束時期あたりもこう注視をしながら まあ今から高松盆栽の認知度の向上でありますとか、あるいはこの地域の活性化に向けまして、この盆栽の展示即売に加えたり、あるいは、えー、苔玉作りなどの魅力ある体験メニューの醸成でありますとか、あるいは将来に向けての周遊観光ルートの企画、新たな商品作りなど、まあ、この辺も進めてまいって、まあ、外国人観光客誘致や、若者を対象とした PR など、 まあその収束の時期をにらみながら大いにアピールをしてまいりたいというふうに思っておるところでございます。まあ、いずれにいたしましてもこれらの取り組みによりましてえー高松盆栽の一層のブランド化と盆栽が持つ産地イメージのこうブランド化といったものにつなげてまいりたいというふうに思っておるところでございます。 えーまあ、こういう時期でございますので各医療機関ともその感染症の拡大防止に対する対策というのはいろいろとられているところでございますし、まあ、実際、この A 医療機関 B 医療機関にいたしましても、まあ、しっかりとした対策がとられている病院であると言われた私ども、えー、認識もしておるところでございます。で実際いろいろ聞いてみますと例えば A 医療機関では待合室でも長い子の1つに患者1人を座らせると。 いうことで要は患者同士との距離を十分に取っておるということで聞いておりますし、診察室につきましても、患者1人を入れて、診察後は患者の触れ,るテーブルや触れたテーブルや椅子などすべてアルコール消毒をし,たしていると、また換気についても換気をした上で、患者ごとにそれぞれ換気をした上えで、診察室に入れているということでございます。 また診察後はです、ね、この感染者もそうでございますけれども、診察後においては別室で対応をいたしております、ですから個別に他の患者さんとの接触、あるいは,とはほとんどないということでございます。それから B 医療機関につきましても、基本的に B 医療機関では、コロナの疑い患者と思われる方はすべて院外で、外で診察と検査を行っておると。 いうことでございますでまあレントゲンを取るために、えー、院内に入ったりもしておりますけれどもレントゲンについてはもちろん一回一回全て消毒も全部しておるということでございましてこちらにつきましても、えー、他の患者さんあるいは医療関係者との、えー、感染の拡大みたいなものの恐それっていうのは極力少ないんではないかなというふうに思っておるところでございます。 ま、あの今保健所が中心となって、この新型コロナウイルス対策にまあ色々そう。電話相談から始まって、まあいろんな対応で当たっておるところでございます。で、まあ非常に厳しい状況で。まあ年え1日100件。近くも100件、あるいはそれ以上に。 電話が相談があったりしている状況でございますし、まあ、検体についてはその都度きちっとした、えー、予防措置を取りながら、えー、運搬とかそういうのようなものもやらっていかなきゃならない。まあとうとう、まあいろんな業務が錯綜して非常に、あのー 大変な状況になっておりますので、まあ、市としても例えば OB である保健師に手伝いを頼むでありますとかあるいは他の部局から保健所の方に人員配置をしてそれで人数を増やしながら対応するでありますとか、まあ、できるだけの体制強化と。 言ったことも図っておるところでございますで、まあ実際この感染者につきましてまあ、いろんな疫学調査の可能性というのが出てきました場合にはまたある程度それがきちっと対応できるようなま体制あるいは予算的なものも含めて十分検討してまいりたいというふうに思っておりますただそこまでは今のところまだ言っておらないというところでございます まああの国の方で緊急事態宣言が発せられまして、まあ、7都府県が指定になったと。 でもちろん香川県は指定はなっておりませんけれども例えば近県であります兵庫とか大阪辺りも指定になっているでしかも非常にあの感染者数が伸びてきておる、まあ、四国の中におきましても高知とか愛媛なんかで感染者数が伸びてきている状況もあります、まあ、そういう中で高松香川県において、まあ、新たな感染者が判明をして、まあ、感染経路感染源というのがもう不明であるということでございますので、まあ、そういうもろもろの、えー、状況 も踏まえまして、まあ、例えば小中学校等につきましても、再度の休業措置というものを取らせていただくようにした、まあ、その判断も一つかなというふうに思っておりますし、まあ、今後、えー、市民、県民の、の市民の皆様方に、まあ、先ほどお話しさせていただきました、外出で不要不要の外出の自粛といったものを、これまで以上に強く訴えていくとか、まあ、そのようなことをで、しっかりとした正確な情報を市民の皆様にきちっと伝えていくと。 いうことに努力をしてまいりたいというふうに思っておりますし、まあ、学校の休業になりましても、子どもさんが家でいるという、家でいてくれればいいんですけども、それこそどんどん外出したりなんかしてもらっては、逆効果という場合もありえますので、その辺子どもなんかに対しましても、やはり今回のこの学校休業の趣旨、意思、あの 趣旨でありますとか、まあ、こういうことが必要なんだと、自分のためにも、あるいは周りの人のためにも、あるいは大切な人のためにも、まあ、市民のためにも必要なんだと、まあ、市民全体も含めて、ですね、まあ、そういうものをご理解いただけるように、周知広報というものをもう少し力を入れていかなければならないのではないかなと、そういうふうに考えております。 基本的にあの緊急事態宣言が出されましたときにもえまあ総理大臣の方からもお話があったかと思いますけれどもそういう指定された7都府県からえ地方へのえ移動というのはもう極力やめてほしいと控えてほしいというのもございますしもちろんこちら側としてこれまあ市の職員にも徹底はいたしますけれどもえこの本市、本県からその7都府県への 不要不急、まあ、どうしても仕事でというのはあるかと思いますけれども、あるいはまあその他の要因あるかと思いますが、不要不急であるようなその旅行とか、まあ、そういうものについては、えー、極力やめてほしいといったようなことは、えー、その機会ごとにこう訴えていきたいというふうによろしくお願いいたします。